グレベナ県、パンイプシロンロイオータハイプシロンロイプシロンイオータ、アルファカッパイプシロンニュー、タウイータタウアルファガンマロイプシロンベータイプシロン、ニューニュ地形、北緯40度冷部統計21度20分グレベナ、県は、ギリシャ共和国の西マケドニア地方を構成する、行政区の一つ。県とはグレベナ、西マケドニア地方の西南部に位置する、 県の西は山脈を隔てて、ヨアニナ県と接する。北西部でカストリア県とわずかに境界を接しており、北から東にかけて小ザーニ県に隣接する。南東はラリーサ県、南はトリカラ県にそれぞれ接している。県の西部はピンドス山脈に連なる山岳地帯である。南部にはハシア山、北東部はブリノス山がそびえている。県内最長の川は、 アリアクモナス川で県の東部と中央部及び北部を流れる。人口3000人以上の都市、集落には以下がある。1967年、グレベナコザに県が分割され、広域自治体としてのグレベナ県が発足した。2001年の人口調査によると、グレベナ県は最も人口密度が低い県であり、ギリシャでレフカダ県、エブリタニア県に次いで3番目に、 人口の少ない県である。グレベナ県はギリシャで人口減少率が最も高い県の一つである。2006年には出生225人、死亡393人であり、地方部では死亡率が出生率の7倍もあった。グレベナ県の経済の基盤は農業であり、主に小麦やひよこ豆などの豆類が生産されている。また、 羊などの牧畜業も盛んである。グレベナ県では他にエコツーリズムや林業、バシリサのスキー場などが経済の主流である。グレベナ県グレベナ県は以下の自治体から構成される。人口は2001年国勢調査時点。グレベナ県の旧自治体カリクラティス改革以前の広域自治体としてのグレベナ県は以下の基礎自治体から構成されていた。改革後、 旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。下表の番号は渦と対応している。旧自治体名欄で印を付したものは木のディタ。それ以外はディモス。成長所在地欄で太字になっているものは新自治体の成長所在地となったものを示す。A2 号線。A2 号線が西南から北東に県域を横切っている。A2 号線は 欧州自動車道時 E95 線に指定されている。欧州自動車道路高速道路、自動車道路。ありがとうございます。